イゴルドドンは、モルドバの政治家、同国大統領、通商経済省、社会党党首を歴任した、モルダビアソビエト社会主義共和国、カララシ県サドバ村に生まれる、モルドバ国立農業大学で経済学を学び、1998年に、モルドバ経済研究アカデミーから博士号を取得、1997年から2005年まで学術会で、 助教や講師を務めた。2005年5月、第二次バシレタルレフ内閣の通商経済副大臣に任命された。2006年9月に通商経済省に承認し、次内ダグレチャヌイ内閣が総辞職する2009年9月まで在職した。2008年から2009年のグレチャヌイ内閣では副首相を兼務した。2011年6月には、キシナウ市長選で、 ドリンキルと赤に赤配した。ドドンの得票率は49.4%であった。2011年11月には、モルドバ共和国共産党を利党した。その際、ドドンは、与党の欧州統合同盟との間で、2009年の、ウラジーミル・ボローニン大統領の辞任以降続く、政治危機に終止符を打ち、大統領を選出するための取り決めが結ばれるかも。 知れないという希望を口にした。グレチャヌイとベロニカ・アブラムチュクも時を同じくして離党した。2011年12月18日、ドドンはモルドバ共和国社会党に合流し、同党の議長に選出された。2012年3月16日の大統領選挙で、ドドンとグレチャヌイ、アブラムチュクは欧州統合同盟のニコラエティモフティ候補に投票した。後にドドンは、 ティモフティに投票したことを後悔していると述べている。2016年10月30日、20年振りとなる直接選挙による大統領選挙が行われ、ドドンはこれに立候補した。この時彼は選挙前にウォールストリートジャーナルへ書簡を送っており、その中で私はモルドバとロシアの関係を大きく改善させる。この関係は国の住民にとって 非常に重要だと指摘している。この時の大統領選で彼は、同選挙に立候補した親欧米路線の政党である、行動と連帯の党首前やサンドと激しく争うこととなる。同日の開票率99.1%の段階で、サンドの得票率は38.3%であったが、一方ドドンの得票率は48.4%となっており、 彼の順位は事実上の1位となっていた。しかしながら首位であるにもかかわらず票が過半数に及ばなかったことから、翌月11月13日へ繰り越す形で上位2候補による決選投票が行われる流れとなった。11月13日当日、決選投票が行われ、開票結果はドドンが52.29%の得票率で当選。 14日にこのことをモルドバ中央戦艦が公式に発表している。大統領に選出されたドドンはモルドバの国内法の規定に従い社会党議場を辞職し同党を離れた。その後、同党の暫定党首にはジナイダ・グレチャヌイがつくこととなった。2017年9月12日空席となっていた国防大臣としてパベル・フィリップ首相は 有言スターザを指名したが、翌13日にドドンは、スターザの若さを理由に承認を拒否。フィリップ首相は再び、スターザを国防大臣として指名したがドドンは19日に、再び拒否した。このためドドンは、憲法裁判所によって、憲法上の義務を履行しなかったと判断され、議会議長のアンドリアン・カンドゥが、大統領代行として10月24日に、 スターザの国防大臣就任を承認した。同年12月19日に提示された内閣改造案を2回にわたって拒否したため、翌2018年1月10日に、管理議会議長が再び大統領代行として、これらの人事案を承認した。同年9月24日には、大臣の任命を拒否したことを理由に、憲法裁判所より一時的に職務を停止された。 2018年9月10日、首都郊外を移動中に乗っていた自動車がトラックと衝突して負傷した。この件に関して、同国社会党議員であるブラド・バトリンチアは、これは事故ではなく何者かが殺人を試みて車両に直接追突させたものだとし、誰かが彼を殺そうとしていると自身の Facebook にて主張している。2019年2月24日の モルドバ総選挙では、ドドンのモルドバ共和国社会党が三十四議席を獲得し、三十議席のモルドバ民主党を上回ったが、過半数を得ることはできず、その後の連立政権交渉は失敗し続けた。六月七日、憲法裁判所は、議会の解散と総選挙を行うことを決定。ドドンはこれに応じず、主犯を、マイ毎朝3でとする連立政権樹立を決定し、八日に、 議会がこれを承認した。しかし、モルドバ民主党はこれを意見として、憲法裁判所に申し立てた結果、ドドンを職務停止とし、パベル・フィリップ首相を大統領代行とする決定を下した。9日、フィリップ大統領代行は、議会解散と9月の総選挙実施を決定。ドドンは反発し、外国の介入を要請した。6月14日、 憲法裁判所が一転して8日の意見判決を破棄し、フィリップ政権は崩壊。サンドゥ政権が権力を掌握した。2020年11月1日の大統領選挙では、得票率32.66%で2位にとどまり、36.10%を獲得したサンドゥの後人を廃した。15日の決選投票では、 得票率四十三パーセントにとどまり五十七パーセントを獲得したサンドに敗れた。二千二十年十二月二十四日に退任。おやろ的な政治家でモルドバの連邦化に賛成していると見られている。二千十年共産党はモルドバの新たな国旗の宣伝活動を始めた。二千十二年三月にはドドンと社会党が国旗を現行の三色旗から 赤青の二色旗に変更することの賛否を問う国民投票を行うよう共産党に働きかけた提案された新しい国旗はモルドバ科学アカデミーから曲がうことなき政治の茶番とみなされているモルドバ共産党とモルドバ社会党の提案による新国旗図案2012年11月自らの Facebook のプロフィールに ロシアの国旗を刺繍した服を着た写真を投稿しているが、これはドドン本人の親野郎疑惑を裏付けるものとして批判されている。2014年11月、ロシア系の政治家、バレンティン・クリロフは、モルドバに流血の惨事を引き起こそうとしているとして、ドドンを非難した。また、クリロフは、社会党はロシアなどの別の国に仕えているとも述べており、 さらに社会党がモルドバ共和国の安定や平和、まさにその存立に対する脅威となっていることや、並外れて豊かな資産を保有していることも批判した。その資産の出どころについては合理的な疑いがあるとも付け加えた。大統領選挙期間中の2016年10月、ドドンはクリミアがロシア連邦の領土であると認めた。2017年4月にモルドバは、 ユーラシア経済連合の初のオブザーバー国となり、同年5月にはドドンは2017年、モスクワ大独戦勝記念パレードに外国の政府指導者で唯一出席した。同年5月29日にはロシア外交官の追放をめぐり、初外遊先にロシアを選ぶなど、親ロ的などドン大統領とモルドバ政府の対立が激化していると報じられた。結婚しており、 3人の子供がいる。ありがとうございます。